さあ、あとはパンダによって好みもありますので、エボカのパンダのためのお味をイオリンが食べたいですとか、またこんにゃくもあったりします。特にアドベンチャーワールドでしたら、お父さんのエメ、一番グルメな動物で竹を選べますので、お父さんエメのためのお味を子供たちが食べるといったことが多くなります。さあ、それではイオリンもちょっと実はこれ寝たそうな感じなんですもう眠いので、はい、このまで寝ようかなとしておりますが、曜日にちょっと目を覚ましていただきたいですね。では皆様からですね、おやつをあげていただきます。パンダの大好物はリンゴ、ニンジン、ドーナツ用のビスケットです。はい、私のおやつをお持ちましたので、ちょっと気にしておりますが、さあ、パンダ先生に与えるようです。パンダ100キロあるパンダでも1日にこれしか与えません。ちょっと少ないかなと思うかもしれませんが、実はパンダの主食は竹ですので、こういったおやつ食べ過ぎてしまいますとお腹を壊してしまうことがあるんです。ですので1日に何度かに分けて与えているというわけなんです。さあ、それでは本日は皆様からあげていただきますと、これ知りますとやっぱりお腹に向かいませんので、お一人様一つずつでお願いしていきます。さあ、揚げ出されたんですが、こちらのフォークを使っていただきます。フォークの先っぽに4品の大好きなおやつを刺した状態でお渡ししていきますので、柵の中まで入れてあげてください。4品がポコッと飛びましたら、フォークを引いていただくようにお願いいたします。もし万が一4品のフォークごと噛まれてしまいましたら、注意して離してください。意外とすごい力で引っ張ってきますので、安全のためにもフォークの取り合いは4品としないようにお願いいたします。さあ、それでは4品4品ガモカケ君的に眠れるフォークです。準備ができてから与えていただくようにお願いします。大丈夫でしょうか。